はい、皆さんこんにちは、ゆうです。今回はモンストのガチャ動画となります。ということで、モンストとエヴァンゲリオンがコラボ中、またガチャりたいと思います。今回でもう10連、また10連やるんですが、10連で4回目ですねの挑戦になります。でですね、前回もう一言も喋らずに、まあ、ちょっと喋ってはいたんですが、やったらこれレイと05機が出ました。なんとかね、エヴァコラボの星5出すことができました。ただ僕が星5で欲しいのはアスカなので、また今回ですね、金玉確定の10連ガチャ1回勝負いきたいと思います。で、星4のマリは星5に進化して現在ラックが40で、もう一人の星4カオールくんも進化させて今ラックが35に、なってます。で、レイもゲットしてから亀をねたくさんあげたので、もうレベルはマックスです。進化ね、いつでもできます。ということで、今度こそこちらですね、アスカを狙ってガチャをやっていきたいと思います。さあ、それではエヴァンゲリオンキャラ登場のガチャやっていきたいと思います。5月3日から5月14日まで開催です。今日が5月の11日月曜日なので、もうすぐ終了となってしまいます。クエストの方はまだやるみたいなんですが、ガチャ自体は14日までですから、もうねラストチャンスですよ。行きたいと思います。今回も金玉確定の10連ガチャで行きます。さあ、現在85個オーブがあります。1回でオーブ50個消費します。さあ、アスカお願いします。それではガチャル確定来い。確定とは文字にならないですね。持ってるキャラだと次々に割れてしまいますから、お願いしますよ。いきます。それではアスカ来い、お願い来て。はい、金の卵10個出て、来い。でもこれは確か星5ですよね。リン2でしたっけ。ちょっと待って、ってことはもう星5は出ないか。いきなり期待が薄くなりましたが、いきましょう。続けて3体目。あ、カオルくんがいっぱい出る。あー、全部割れてしまうか。あ、ラスト最後なんだ。あー、やったー、あ、やったー出たー。嘘ー、ちょっと待って、今ね興奮がすごいです。ちょっと待って、シンジくん出た。やったー。ちょっと確認しましょう。すごい、もうね今一瞬頭が真っ白になりました。では確認していきます。まず10分の3カオルくんが出ました。またカオルくんのラックが上げられますね。さらにマリが1体ですね。で、これは星4ノーム、で、この紫髪の子はショパンですよね。はい、ちょっと上にカメラをずらします。そうですね、ショパンと、あとこれはビースト、ビーストもよくガチャ出るんですよね。で、この子もガチャやるたびに出ますね、ドラゴン族の。さあ、気になるこの炎属性とシンジ君見ましょう。確かこの炎属性星5だった気がするんですよね。おお、やったー。ナンバー409のリン2星5です。やった、シンジ君出ただけでもいいのに、リン2も出ました。ただね、能力は知らないので、また後で調べたいと思います。やった、シンジ君出た。ナンバー1288、星5、シンジ&初号機。やりましたー。やった、ラック5、そしてタス全部振られてます。いやー、めちゃくちゃ嬉しい。ということで、前回レイが出て、今回はシンジが出ました。いやー、嬉しいんですけどアスカが来ない。一応ね、
残りオーブ35個で顔合わせの分と合わせるとまだね50個に到達するので、最終日14日あたりにもう一回引ければいいかなと思います。やりました、シンジ&初号機ゲットしました。はい、ということで今回はモンストのエヴァンゲリオンガチャに挑戦という動画でございました。現在トータルで4回10連ガチャ回しているんですが、いや結構いい結果なんじゃないでしょうか。レイ&ゼロ号機も出ましたし、今回シンジ&初号機も当てましたから、本当に残すはアスカ&2号機のみ。あと1回金玉確定10連で出るんでしょうか。それでは次回をお楽しみに。あ、ラスト最後なんだ。あー、やったー、あやったー、出たー、嘘ー。